天竜のテーマ曲が流れています。今日は元幕内力士コンビ天竜石川の相撲コンビで登場であります。1週間前に過食の点を挙げた天竜、人生の中で最も充実した時期に入りました。天竜、不気味なナタのようなナイフが握られています。そして初来日のドリームマシン、大きな体、今両タッグチームに日本テレビから激励の花束が贈られましたが、ドリームマシンが花束をちぎって客席に放り投げました。黒いマント、そして怪しいマスクをつけていますドリームマシン。カラリングアナウンサーによりまして、両タッグチームが紹介されます。スリーファイナル45分一般勝負タッグマッチを行います。青コーナー235番のジプシー・ジョー、放浪の殺し屋の意味を取りますジプシー・ジョーです。270番のドリームマシン、正体不明パワードラフファイタードリームマシン、あのプリクソン・エリックが日本に送り込んできました。アジアタッグ選手権者石川隆、大きな歓声で迎えられました。スタートラインを切ったわけですから、この辺でプロレスでも一つ大きな地固めをしてほしい、そのためには何か一つどでかいタイトルが欲しいというのが本音でしょうね。はい、さあ石川の足音の地固め、これはポジション的には赤いキャンバスの上、日本サイド非常にいいところで足音の地固めに入っているんですが、体が崩れましたね。そうですね、あの非常にねポジション的にいいなと思ってたら、かけ方がちょっと安定味を欠いてますね。やはりあの相手が大型だけに、しっかりかけるのはかけにくいというところでしょうか。なるほど、この攻撃を仕掛けています石川隆も前のシリーズアジアタッグ4度目の王座防衛に成功、ルファス・ジョーンズ、フランク・デューセック組の挑戦を見事に退けまして気分を良くしています。セカンドロープに捕まっているドリームマシンのリングの中に持ってきて、あいい攻撃、完全に足に攻撃目標を絞りました。非常にいいですね、やっぱりあれだけの動きのある相手だけに、はい、ここで足を攻撃してですね動きを止めるというのは非常にあのオーソドックスな作戦でいいと思います、はい、やはりね石川君の場合ですね、私は常に考える攻撃をやってると思うんですね。そういったところがあの今の足攻撃にもはっきり表明されてると思います。はい、非常に努力家の石川隆であります。さあドリームマシンが立ち上がった、間を入れずに攻撃を仕掛けます。ロープに飛ばしてハリアンクルショルダースルー、しかし回転エビ固め、ドリームマシン小技がある、大きな選手ですが小技を発揮してまいりました。うまいですね、非常にこの体の使い方がね実に鮮やかですね。はい、石川から天竜にタッチされました。強烈なストンピング、レッグブリーカー、完全に石川天竜のタッチワークはドリームマシンの足攻撃に目標を絞っております。ステップオーバーのトーホールド、いいですね、非常にね動きがいいですね。まああのただね天竜の場合も今日の動きはですね、はい、前回のシリーズと違って非常にスムーズですね。あの正直申し上げて前回のシリーズの天竜というのはややこの力が落ちたなというふうにあの感じさせる部分があったんですが、はい、今日のスタートを見てですね非常にあの体も仕上がってますし、動きそのものもいいですね。心身ともに充実というそんな天竜ですね、はい、それから天竜選手はですね何と言いましても年内にですね打倒上田馬之助を果たしたい、そういった一大目標があるんですが、まあ、全日本プロレスの場合はこのジャイアントシリーズの後は世界最強タッグ決定リーグ戦だけですからね。そうですね、どうでしょうかね。おっと豪快なバックドロップを見せましたドリームマシン、真っ逆さまに落ちました天竜、技がなかなか豊富ですね。天竜危うし、天竜危うし、ブレンバスタージプシー城の大技、天竜危ないぞ、しかしあれですね、あのパートナーのドリームマシンがああいう大技を使うとですね、そのジプシー・ジョーまでがああいった技をね、はい、どんどん意欲的に出していく一つのやっぱり流れというか勢いというのは怖いですね。非常にそういった感じがいたします。まあ、ドリームマシンという選手の実力というものが徐々に発揮されてまいりましたけれども、並々ならぬ選手ですね。今のところね、これごく表面的な観察しかできないんですが、少なくともこれは大変にそのいいレスラーですね。
初来日という触れ込みなんですが、のびのびと自分の持てる技を出してまいりました。ドリームマシン、ディプシー・ジョーが天竜にスイーパーホールド、まあ、天竜を褒めた後に天竜が攻撃を受けてしまったんですけれども、その打倒上田馬之助、これは山田さん実現できますか年内。そうですね、ともかくね、そのチャンスがつかめるかどうかという一点に絞って考えていいと思うんですね、はい、ですから、まあ、あの次の世界最強タッグにですね、もし上田馬之助が来るようなことがあれば、これはあるいはね、その番外勝負として実現するかもしれませんね。そうですね、あるいはそのいわゆる相当恨みつらみがありましてね、その不満やる方ないといった天竜選手ですから、今度は天竜がお返しをしました。ルール無法のね、ストリートマッチなんてのことにもなりかねませんね。はい、いや、実施上の今のこの体の入れ方、天竜がタッチをしたいんですけれども、うまくさせませんね。はい、こういうところはね、非常にやはり老快だと思いますね。ベテランのディプシー・ジョーが今日はドリームマシンを非常にうまく使っています。そして初来日正体不明のマスクマン、ドリームマシンですが、非常に素晴らしい動きを見せています。そして天竜がまたまや放送席に飛んでまいりましたが、今度は東側の客席に持っていきます。そして石川がディプシー・ジョーに捕まっている。椅子攻撃を受けました天竜、椅子攻撃を見まして倒れます。天竜が倒れました。ドリームマシンが素晴らしい動き、早くリングの中に戻っていますのがドリームマシン。一方石川もジプシー城に捕まっている。ガイディンサイドの2人が非常にうまい連携で、さあ天竜がリングの中に戻らないとリングアウトになってしまいます。リングの中はドリームマシンが待っている。山田さん、やはりですね、頭脳的なプレーですね。はい、あの決してね、深追いせずに、すぐにリングに戻るあたりですね、はい、非常に冷静ですね。やっとの思いで天竜が戻ってまいりました。ドリームマシンが待ち構えます。赤と黒のマスク、白い目と鼻、口の縁取り、ドリームマシンがいいところでタッチ、ディプシー・ジョーに渡しました。青いキャンバスの上、ガイディンサイド、天竜が捕まっています。ちょっと天竜長い時間捕まってますね。そうですね、このガイディンサイドでの戦いがですね、世に多すぎますね。まあそれにしてもあの場外乱闘術といいましょうか、はい、今あのドリームマシンとジプシー・ジョーが見せた変わり身の速さですね、大変なもんですね。あっという間に場外で乱闘をやったと思ったら、パッと気がついたらもうリングの中に2人とも戻っていると、はい、外にいるのは日本人のですね、石川と天竜だけと。そうですね、このあたりタッグチームの連携ファイトとしては非常にうまいですね。はい、ジプシー・ジョーの攻撃を受けます。変える天竜、さあ天竜チョップを見せるか。ジプシー・ジョーをロープに飛ばしてカウンターのエルボー攻撃、さあ燃えてまいりました。火を吹くか天竜の攻撃、ニュートラルコーナー持っていきました。天竜の攻撃であります。そして脳天食い打ち、赤いキャンバスの上にドリバーホールパイドライバー、ジャンピングで決まります。そしてカバーに来が、さあタッチだ、石川にタッチ、石川が入ってきた、石川が入ってきた。一過性にこの流れをそのまま自分のものにするか。ディプシー・ジョーがロープの外、そして石川が、石川行った、キャッチャー攻撃、空中殺法、鮮やかな石川の攻撃であります。鮮やかな石川の攻撃、さあそしてディプシー・ジョーが中に入ってくるところ、ブレンバスターに切って取ります。ブレンバスターが早い、早いタイミングで決まった、カバーに行った。山田さん、いい技が出ましたね。やっとね、エンジンがかかりましたね、はい、石川君と天竜のあの流れが非常に良くなりました。ドラップキック、素晴らしい跳躍力、ドリームマシンの顔面を捉えています。そして大きなドリームマシンボディスラム、コーナーマット最上段に駆け上る。さあしかしドリームマシンが立ち上がった、フライングのエルボードロップ攻撃になります。非常に立体殺法、うまく生かしています。石川のぶちかまし、石川のぶちかまし、しかしあっと振り越し式のバックブリーカーに切って取るドリームマシン、振り越し式のバックブリーカーが決まった。カウントが入ります。カウント3、鮮やかなドリームマシンの一発大逆転。15分16秒、ドリームマシン石川隆、ドリームマシン15分16秒、石川隆から振り越し式のバックドロップで、いやバックビーカーで一本を取りました。